さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、先日ね、コメント欄で、ユハイさんのオールディビジョンの 4C コントロールのね、答え教えてほしいですみたいなね、コメントがありまして、ナイスな質問ですね。まあ僕はね、今期 4C コントロールをね、死ぬほど擦りまして、はい、ってことでね、まあ、ろれつがね、ちょっと定まってないんですけど、まあ、擦りまして、オールディビジョンでもね、かなりの勝率をね、誇っていた、オールディビジョン用のね、オールディビジョン用のね、4C コントロール持ってきたんで、まあ、今回ね、紹介していくんですけど、今ね、レディオローデスが強いと思う。シンプルに。まあ、モルキンには246ジョーカー、天文には246倍数。まあ、流星ホールがね、いることによって、まあ、ワンブーストバゴンパンツァーだったりとか、クワトロファングを出すことによって、早めにね、レディオローデス、ドラゴダイオ、ウェディング、バンベートーベンにアクセスできるということで、かなりね、盤石な構築になってますと。で、オールディビジョンね、今ね、マットロックチェスターとか、ポットがなんか少なかったんだよね、俺がやってる頃。だから、お清めトラップは抜いて、こういう構築にしてるんですが、まあ、お清めトラップね、まあ、そのマットロックが多い時は入れてあげるとね、かなり最もね、盤石になると思うんで、ぜひね、皆さんカスタマイズしながらね、ぜひ使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけれども、ヴィルヘルム、フェアリーライフ、ガチンコジョーカー、レディオローデス、フェアリーライフでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、ライフが引けてるので、まあ、まずまずかなと。しかも先行も取れてますからね。相手はミルアーマー、ドロマーカー。トップがシャワー。めちゃくちゃ強すんぎだよ、これ。ライフ打ちまして、水マナが落ちれば、ベストオブザベスト。だがしかし落ちないので、まあ、次にまあ、ドンスイとか引いてくるのがベストかなとは思いますが、完全ドロマーやな、これな。特攻人形、ジェニー。ジェニー、コンピューターエンターテインメントさ、何を落とすの？あ、ガチンコジョーカー。はい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 。水マナ来いと。まあ、来たけどね。まあ、来たけども、まあ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 って感じだわ。ライフ打って、まあ、次にシャワー打てるかどうか、またね、ハンデスとか、あれそうな気はしますけどね。さあどうでしょうか。さあエターナルゲート2マナ使ってオリオティス、まあ不正は許さないと。自分の不正にはガバガバですけどね、このオリオティス。さあ行きましょう。フェアリーシャバーを打ちまして、何かしらを持ってこう。煉獄スクラッパーではないと。これはトワリですよ。なぜかというとハンデスされるから。ハンデスしてきて、これさ公開情報じゃないからね、ガバに関しては。相手何を回収したんだろう、その1枚何なんだろうとね。はい、絶対に思ってるはず。いやー、これトワリューかなって思ってるね。ドロマー使いは少ないはずなんで、まあ、ガチンコジョーカーだったらどうしようとかね。まだしかし陰謀と計略の手。そしてトップオブザデックがドンスイ、悪くはない。吸い込んでいきましょう。でこれで回収は、いや、ライフでブーストかな、さすがに。まあだってどうせハンデされるしな。陰謀と計略の手が怖いんで、まあ、ちょっと一旦これはライフで、まあ、オリオティスバウンスしながらかな。で、ライフ打って、まあ、この1枚は何なんだとね、相手に思わせること。それがね、大事なんですよね。はい、もうバンドエイジなんで、もうニコラス・ケイジぐらい大事なんでね、はい。一旦この流星カードキープして、ここでね、陰謀と計略の手を使わせるという魂胆なんですが、打ってくるんだよね。やっぱりそうなんですよ。さあ行きましょう、トワリュー。さあ、甘いぜと、スウィートランドぜと。トップがバイスホール、バイセコーで、それは。俺は、何を打とうかなと。言うて、クワトロファングか、ディアボロスにはなってくるかなと。別にこれ勝利の理由、まあでもなんかいろいろな選択肢がある。何かしら呪文は抜けそうではありますけどね。何出そうかな、これ。なんか何出して、でもこれオールディビジョンだからさ、バイスホールいっぱい入れてラストストーブみたいなね、タクとかもありそうですけども、あ、入ってないでね、今は。まあ、とりあえず、さ、ミカド落としてクワトロファング。まずはまあ11マナのウェディングとかのね、圏内に持っていきたいですね。おい、めちゃくちゃ裏返るんですが。さあ、5時。5時じゃない、5マナ。5マナです。今は6時47分です。さあ。はい。朝の6時47分よ。マジで声が出てないんだよね、だから。さあ、陰謀と計略の手。まあまあまあ、それはしょうがないですよと。2枚目はもうしゃあなしよ。トップがヴィルヘルム。1マナ足りない。アンデスあるか。その1枚何なんだろうと。
思うでしょ。いやそれキープは間違いかもしれない、かもしれない。だがしかしここでハンデスは打ってこないのかもしれない。それにかけるしかないのかもしれない。はい、勝っていきたいよ。どうすんのドロマーさん、教えてくださいよ。あなたのその選択をね、シュタインズゲートの選択を、運命のドラビタホール。オッケーオッケーオッケー。コアクアの使いを回収して何を出してくるか。だからトワリューで全部タップインザゲートですよ。なんでまあ簡単に取ることができますよねと。ザークはバゴンパンツだ。そうアタックはされません。だがしかしここでキープしていたビルヘルムが火を吹きます。ちょっとねスペルサイクリカ最強なんじゃないか説を、立証したいんですが、さすがにここはビルヘルムという選択肢を取っていきましょう。これで2マナブーストできるので、祝いの頂き、ウェディング、バンベートーベン、レディオローデス、まあそこら辺に繋がるわけですよねと。ピクシーライフでももう、もはやいいのかもしれない。さあ、ドンスイドンス、やはりこのゲームには、シャッフル機能がないのか。さあ、だがレディオローデスは落ちてることが確認。ってことは、縦落ちではなければ、まあトップウェディング、トップバンベートーベンの確率はかなりあるということ。さあ、コアクワンの使い、ミルアーマーガードホール。さあ、ホームにいます。シャワーとドンスイ、ドンスイドンスイ、シャワードンスイだったんだね。さあファルピエロ、さあ回収するもの、これドラビタか陰謀か、それともお使いか。さあガードホールですねと。さあホームにいます。さあトップ援護スクラッパー、そしてトップがピクシーライフ。はい、レディオローデスです。皆さんこれなんだよ、レディオローデスっていうカード、いいカードすぎない、あまりにも。でこれトワリの能力で全部スピードアタック空いてるんで、ワンチャンウェディングさえ間に合ってくれればアウトすら怖くないと。だからこれね、前半です。いや、これね、5枚引くでしょ。強気のね。ドラゴ大王。どうかしかし強いよ、そのドラゴ大王は。悪くないんじゃない。だからウェディングがないのかってことで、対戦、アドシャー、危ない。ナイス、レディオローです。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、援護スクラッパー、フェアリーライフ、フェアリーライフ、ドンスイ、流星ホールでね、始まったオープニングハンドをやってみましょう。ライオネル。ライオネル。ライオネルということは、まあ、レンドラなのか、ビオラソナタ型なのか、まあ、雷蔵なのかっていったところなんですが、オールディビジョンなんでね、まあ、いろんな可能性が、まあ、ありますよねと。さあ、フェアリーライフ。2マナ使ってフェアリーライフ。さあ、ナンバー9?俺はちょっとまだわかんないな。さあ、マクノカ&ヌクノーカ。これちょっと一旦マクノカ&ヌクノー、いや、でもな、これな、いや、まあ、いいか。まあ、一旦これは、ピクシーライフを打って、まあ、次は流星ホール、まあ、バゴンパンツァーかな。相手、まあ、割とブーストができてないので。さあ、モーツァルト。ハッピーセットだな、随分と。だが、ライゾはしっかりと入っていますね。さあ、トップがドラゴ大王。さあ、これに関してはもう流星ホール、バゴンパンツァー、ワンブースト。まあお決まりですね。お手のもんですよ。さあバゴンパンツはニューディビジョンに戻ってきてほしいカード、堂々の4位ぐらいには入ってそう。さあ7マナ。相手は6マナのターンですね。つまりは、いやでもミステリーキューブとか入っている、入っている。スペルサイクルか、流素計算でもう一回唱えるというのか、ミステリーキューブを。さあミステリーキューブだ、モーツァルト。天才のメロディーだね、それに関しては。惚れ惚れしちゃうぜ。ベイビーボンジャス。オーマイガー。さあ、ターンが返ってきます。さあ、レディオローデス。しかし、あなたはちょっとマナが足りなすぎて、全米が涙するぐらい足りない。つまり、これは一旦モーツァルトを戻してお茶を濁しましょう。だが、しかし、相手のデッキタイプ的にバゴンパンツァーで、勝ちです。バゴンパンツァーで勝ちじゃない。何を言ってんだ。バンベートーベンで勝ちです。バゴンパンツァーで勝ちなわけがないのだよ。愛される札があまりにも多いと。いうことで、さあ、ここはフェアリーシャワー。さあ、これは、コードキング、ビルヘルム。で、これ次にビルヘルムをね、出すことによって、11マナまでパンプアップしますね、と。なんで、まあ、バンベートーベンを出すことができれば、さあ、ミステリーキューブでドラゴ大王。だが大丈夫です。このデッキはドラゴ大王はそんなに刺さらない。トップが援護スクラッパーなんで、援護は置きまして、さあ、行きましょう。コードキング、ビルヘルム。さあ、彼はドラゴンなので、一番嫌なのは、まあでもライオネルが出てきたとしても正直っていう話だな。こう無理ます。さあ2枚ブースト。さあトップバンベートーベンで勝ちの世界線は見えます。さあ安定感がダンチです。この 4C コン。さあどうする?さあ6マナ。またミステリーキューブという世界線があるのか。逆にバン出されたらまずい。オーガーも入ってんのかい。さあ竜の呼び声。ここは
はいはいはい。まあだがしかし、ホームリーマスタースペルサイクリカー、さあそしてフェアリーライフ、さあもう一枚ブーストが入るんですが、ガチンコジョーカー、さあこれはトップバンベートーベンの世界戦、これもピクシライフ打ちましょう。ピクシライフ打って、これでレディオ、やっぱレディオローデスなんじゃない今の環境は。でこれで5枚ドローしてバンを持ってくることができればもう実質勝ちです。すべてさ、バルガライズ落とせ、これもでかいぞ。はい、バーン、バン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 、勝ちです。ありがとうございました。さあ、待って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 、よいしょ、もうまだあんのかい。まだあります。あー、知識よ我が元に。あー、ミステリーキューブで、ミステリーキューブなんですよね、これが本当のミステリーです。危なかった、バン早出し競争で負けるとこでした。ということで、まあ、だがしかしね、もうこれ15万あるんで、ドンスイバンもできるということでね、まあ盤石だったんじゃないでしょうか。さあ行きましょう、修羅の頂き、バンベートーベン。さあこれで我が意に従います。さあ相手は何もできないでしょう。さあということで、大佐でした。さあ対戦の方よろしくお願いします。とさあオープニングハンドなんですけども、ビルヘルムフェアリーシャワー、ビルヘルムドンスイフェアリーシャワーでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。はい、朝の6時半なんでね、声が出てないんですけど、はい、しっかりとやっていこうかなって思うんですが、朝っぱらからね、ポーカーですね、縁起がいい。マジでポーカーが麻雀始めようかな。最近ガチでね、同盟カード重なってる率が異常です。2024年、マジで2024年は麻雀だったりとか覚えたいっすね。とまあだけどね、友達とまあジャンタマっていうね、麻雀のゲームやってみたんですけど、マジでわからない、本当に。まずリーチのことずっと立直って呼んでたからね、そのレベルでわからない。さあこれ一旦ね、ドンスイ置きまして、ピクシーライフ打っていきましょう。で次にシャワー打って、まあバイスホールでもいいけど、一番欲しいのはガチンコジョーカーだね。で相手モルキンなんで、まあこれね、オールディビジョン流星ホールとかがね、あ、入れられるんで、まあ、かなり安定感は。ちょっともう何喋っていいか分かんねえわ、朝の6時半だから。もう何喋っていいか分かんないんで、まずねシャワー打って、まあぶちのめそうガチンコジョーカーで、これでいいんです。モルキンは246ジョーカーで100億%勝てるんで、皆さんこれ覚えておいてください。はい、でね、ボチソとかいないのよ今、マットロックチェスターとかオールディビジョンなんで、お清めトラップ抜いて、なんだかんだこのね、246ジョーカーの動きをね、優先していければね、まあ、かなり強いんじゃないかなということで、はい、ガチンコジョーカーで、これもうダイレクトアタックみたいなもんなの、これ。エクストロビンです、これ。はい、勝ち。ほらね、もう外無双モルキン。しっかりと取っておいてますでしょ。で、あとは、流星ホール、ワンブースト、バコパンとかでリソース回復しながら、ビルヘルムとかガチンコジョーカー連打で勝ちなんですよ。マジでね、4シーコン最強だよ。オールディビジョンでも。はい、ってことで大佐でした。だけど次の診断でウェディングが落ちます。さあ対戦の方よろしくお願いします。とさあオープニングハンドなんですけれども、ピクシーライフ、フェアリーライフ、煙獄煙獄シャワー、まあ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 別に悪くはないね。正直2ターン目ブースト引けてれば正直何のその。さあ水物も引いてきた。246ジョーカーで、まあ多分モルネクなのか、バトクロスバトルだけでは分からんが、だがしかしモルネククセーンで勝ちっすね。はい、皆さん結局対モルキン246ジョーカーで勝ちです。さあここでガチンコジョーカーが落ちていくのはちょっと痛いが、だがそのフェアリーシャワーで何かしらの夢を見せてくれる。さあメンデルスゾーン、外務層ディグルピョン、これ結構痛いっすね。さあだがしかし流星ホール、間に合うのかジョーカーが。ジョーカー間に合わなかったら結構痛いぞと。さあフェアリーシャワーで流星ホールを持ってくるしかない。さあハンドは綺麗にポーカー、やはりジャンタマをやった方がいいのではないかと。さあ5マナ、まあだがしかしまだ外無双のターンではないので、ここでブーストが挟まなかったら挟むんかい。挟まなかったら流星ホール勝利の流星カイザーとか、いややばすぎでしょマジで、何が起きてんの。それモルキンだったらジョーカー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 、まあ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 これはだったらそれがモルキンじゃないことにかけるしかないと。まあでもモルキンに関しては圧倒的有利対面ではあるんですが、
ちょっとそこまで面で決められるとね、ちょっと話が変わってくるので、モルキンじゃなくて、モルキンやめてね。それモルキンだったらあまりにも主人公ですよ。ガイグレン頼む。お願い。神様、仏様、ガイグレン様、頼みます。待って、これさ、こういうのやめない？待って、今日頼む。お願い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 、どうすい、どうすい。待って、ガイグレン強いんだけど、マジで。待って、そん誰が勝てんだ、そのメンデル、メンデル、ガイグレン、誰が勝てんねん。誰が勝てるんですか。お願い、やめて。どうすい、どうすい。